後輩くん、はい、バロリさんがよくなんか変な曲聴いてるじゃないですか、いろいろ聴いてますね。それあの皆さんで、あのバロリさんの iPod 何入ってるかクイズやっていきましょう。イエーイ人多いからな、俺んちいっぱいいるからな、わけわかんなかったね、うん。じゃあ、小林くんからいいよ、1曲ずつ。あー、バロリくんの曲、1曲ずつ、俺が入れてる曲ね。そうそうそう、しろともね。いや、そんなん絶対まず入れてないといけない曲が1個だけあって、うん、メザポケ。おー。メザポケ？はい。あ、目指すポケモンマスターね。はい。入ってるでしょ、さすがに。メザポケ。目指せポケモンマスター、俺の iPhone の中に入ってドゥル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 入ってます。おーはい、まず一勝。じゃあハレハレ愉快で。ハレハレ愉快。ドルルルルルル。僕の iPhone の中に入ってます。マジで？なんで？なんでハレハレ愉快なの？当てられるさ。当てられる。マジかよ。当てに行ってないのに。いやハレハレ愉快入ってるんだよ。そうなんや。1個ずつ解説してほしいんだけど、なんでメザポケが入ってるかとか、ハレハレメザセポケモンマスターは入ってるでしょ、まあまあまあ、ポケモンのやっぱ曲は、まあ全部は入ってないけど、まあその中でもやっぱ何入れるかって話になった時に、うん、メザセポケモンマスターは入ってくるから入って、ハレハレ愉快はメザポケモンマスターとか聞かないけどな、ハレハレ愉快はなんかそのアニオタの心を忘れたくないからとりあえずまあ原点みたいなとか、なるほどね、とりあえず入れとけみたいなのはある、うん。いいっすか？はい。やっぱこの家に来て、はい、分かったけど、アスタリスク。あー、ブリーチのあれね、一番最初のオープニングね。ブリーチのオレンジレンジ。オレンジレンジ。オレンジレンジ。オレンジレンジはすごい。やっぱね、引っ越してきてもブリーチの単行本をちゃんと全巻飾ってるから、それは入ってるんじゃないかなと。バロリ君、ブリーチ教科書って言ってましたから。アスタリスク、僕の iPhone の中に。ドゥル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 。入ってます。やばい、今度当たる感じだから結構当てられないだろみたいな感じでやろうとしてたよ。いや、フラタラ君も行こうじゃん。あ、僕も行く、うん、行った方がいいよ。え、これちょっとなんかさ、今の話でさ、ポケモンは大体入ってそうだったから、そういうのはなしで。ああ、確かに、ポケモンなし、まあ、ポケモンでも入ってないやつの方が多いけどな入ってるのもあるけど、入ってないやつの方がまあ、多い。ダロルジックス。僕もいいっすか。はい、フラタラさんどうぞ。シャロンさんとちょっとまあ同じような理論なんですけど、フローの5で。あーあー、なるほど。エンディングね、フローの5ね。フローの5、はい、僕の iPhone の中にドゥルルルルルル入ってません。でもね、俺は思ったのは多分ブルーバードとかは入ってるんじゃないかなと思うんだよ。最近のナルトの曲けど、ブルーバードもだいぶ古いけど、まあ、最近みたいな話してるけど、シプーデンとか以前のナルトはさすがにちょっと古すぎて。あー、なるほど。ブルーバードシプーデンじゃねえ、あ、分かんない。じゃあ、多分そのシプーデン以前のは入ってないんじゃね。あー、より前のが入ってない。あー、入ってるか入ってないかでいうと入ってるのもある。うんうんうん、なるほど。怖い君、2周目いいっすよ。え、2周目俺が締め。あ、2周目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 、締めじゃない、もう締めないか、さすがに。さすがに、まだ締めない。2周目か。はい、じゃあいきます。これはもうね、バロリ君の答え次第ではバレるやつをいきます。甲賀忍法帳。さあ、入ってんのか。どうだろうな、忍法帳は入れるわ、ざわざわ。入ってないじゃん。僕の iPhone の中にもし入ってドゥルルルルルルバセン。あー、さすがに入ってない。あ、攻めたね。入ってないか。やっぱそういうちょっとバロリーパチンコとかと幻想だしね。うん、確かにね、イメージが崩れるからな、ちょっと。なんか作品でバジリスクを知ってる人ってかなりレアだから。あー、パチスロ経由でしかほとんどの人って知らないからね。まあ、さっき逆に当てに行かんかったから今回当てに行くわ。てかアニソンしか入ってないでしょ。いや、割合で言うと多分アニソンの方が少ない絶対。そうなんだ、ね。まあ、やっぱライバルさん昔やっぱ人間強度がどうのとか言って中二病やった時があるから、うん、で
して化け物語系は硬いと思って。あ、でも絶対入ってるわ。30でしょ、前。逆にね、逆にプルメタルオールジーが使って逆にね、こだわりがあるから少ないみたいな。こいつが3点ね。まあでもその中でも、まあ、絶対入ってるのはなんかちょっとひねくれてるし、なんか西尾維新とか好きそうだね。確かにね。君の知らない物語で、これも当てに行っちゃったから。ああ、入ってるわ。これは入ってるわ。それは入ってるわ。君の知らない物語は、ドゥルルルルルル。入ってます。当てに行っちゃった。ダメだ。行っちゃった。解説するまでもない。行っちゃった、解説するまでもない。解説するまでもないから、それは。じゃあ、もうちょっと俺、じゃあ攻めに行っていい？はい、いいよいいよ。攻めに行っていい？アニソンじゃない方が意外と多いって言ったからアニソンじゃない方アニソンじゃない方行くわ結構確かに、うん、10点ぐらい入るね世代的にね俺ねタメだから、うん、俺の世代の曲はねやっぱ大体知ってるとは入ってるかって言われると難しいよな小学校の頃とかオレンジレンジとかめっちゃ流行ったけど、うん確かにアスタリスクがどういう経緯で入ったのか知りたいねオレンジレンジの経緯はアスタリスクはブリーチしかさすがにブリーチかさすがにじゃあ、いくわはいコナ雪あー攻めたな、それなんかありそうな感じあるんだよないや、実際レミオロメンの曲は 入ってるやつがあってコナ雪てか引き継がれてんだな、昔の曲俺消してるけどな、ずっと粉雪、僕の iPhone の中に入ってドゥルドゥルドゥル入ってませんうわぁマジかダメかレミオロメンマジかみんな大好きだって、ね、怪しいところやないや、本当はそうシャロンさんがその粉雪言わんかったら僕最初3月9日だって言って決めようとしたんだけど、はいはいはい、完全にかぶっちゃったからなるほどねここはね、ちょっと歌詞を変えてじゃあアニソンじゃない曲でしょうん、で、なんかあれでしょあえじゃあ、じゃあ視聴者代表としてちょっと言っていいあシャルルでなるほどねシャルルねあえてのねシャルルねシャルル僕の iPhone の中に入ってドルル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 ル一番最初に聞かされた人ですか、俺これどうこれどうなんて言ったのいや、いいと思いますってしか言えない俺、センスねえからなちょっと分かんないんだよな幻のゼロ再生目じゃんそう、ゼロ再生目多分俺なんだよないやでも、普通にいいというふうには思ってた、ちゃんとそう毎回聞かされるこんなにそう、いや、さすがにそれはないけどシャルルは聞かされましたねあと、花瓶に触れたの聞かせてきたかな。なんで聞かせてきたんやろ。いや、わかんない。なんか、そう、2曲でも、聞かせてくれましたね。ゼロ再生ね、俺なんでシャル。コメント欄、ほんま面白いな、これ。北朝鮮が攻撃できない理由って書いてある。解説お願いします、じゃあ。最後、アニソン以外でってこと、うん何入ってるあれ、バンプとか入ってるね昔のやつ天体観測バンプ入ってるな天体観測入ってる入ってるバンプとかエルレとか入ってないあエルレまで入ってますよおいー入ってます入ってます中二病で攻めてるワンオクワンオクはね、入ってる曲もあるけどバンプとかに比べると割合低い、はいはいはい、何曲か入ってるけどビーズとかはビーズもあるね、なんか、あ、結構幅広い幅広いな、まあまあ取ってるな範囲、うん、あとあんだっけなまあでもそこら辺が多いなえまあじゃあとりあえず閉めてもらって